日常では余裕は少し立て、サックササは少し抜きたい休日です。韓国のガンハードにある水路、ここは底が見えるほど水路に水を全部抜いてしまいましたね。近づくに別の水路に移動してみました。ここは水がいっぱいですけれども、幅が狭く風が吹きすぎています。最後の秋の収穫として水路沿いの野呂は道の幅が狭くて駐車がつこにご迷惑をおかけしそうです。再び井戸して部品の水根水路に来ました。あー着いた。コスモスがとても綺麗に咲いていますね。ここのポイントもとても綺麗です。足の間に隠れている船たちがとどまるように見える場所も見えます。ここの水路はとても綺麗です。足の森の風の影響を受けにくいポイントは急な傾斜下り坂があったが、自然に近づくにはある程度の不快感は監修しなければなりません。さっと釣り竿をご用意いたします。足にできるだけ割って投げてあげます。天気は晴れ、現在の気温は10度、風は北こちが4メタくらい少し強く吹いていたが、軽いジャンパーを着ているのに寒くないで釣りにはほんとうによい季節です。こちらの現在の水深は80センチ、床は平らで釣り竿が足にきつくつける距離です。さて、日常を離れて癒しの時間の中で旅をしましょう。風の声のささやきを垣間見て、快適でゆったりとした心出に地上を抜け出しています。釣りしている時間だけはいつも私に癒しになっています。今日はヘラブナを1匹釣ってほしいです。しばらくを滑り釣り竿を眺めているかない、心の中で一人で注文を覚えています。今日も釣りもすべてが円満に行われるようにしてください。秋の色に着替えている夕方がのんびりが埋められます。太陽がかなり短くなりました。天気が寒くなって暖かいスプリオーリを食べようと思います。美味しいキムチも用意しました。夕方を終えて散歩を兼ねて水路を一周します。周りにいる人もまた捕まえなかったけど、今夜釣りを楽しみにしています。風の中で眠った水路に静かな夜が深く行きます。冷たく感じられる浅く浮きがいつもより早く思い出させる朝、家内の呪文が通じない、ケツカは魚を捕まえなかったが、素敵な朝の風景が失望することはできません。
よく休んでいきます。次回にまた来ます。さよなら。